長岡大河は九州朝日放送のアナウンサー。東京都国分寺市出身。東方高校から早稲田大学文学部に進学。大学時代は巡航式野球部に所属。テレビ朝日、富士テレビ、九州朝日放送の入社試験も受けた上で、大学卒業して2011年に九州朝日放送入社。父はポール岡田。 先輩アナウンサーの泉まさが報道記者に移動したことに伴い、2016年から博多義園山笠追山、串田神社境内におけるアナウンスを担当。無類の音楽好きで特にハードロックを好む。好きなバンドは、ハ、は、イ、い、スタンダード、マキシマムザホルモン、メタリカなど。学生時代は野球部と並行して、オールザレージというバンドでボーカルを担当。 地元国分寺の小学校時代の友人や、かつて出演していた、ドーモの一部スタッフには長さんと呼ばれている。愛車はポルシェボークスター。ドーモの企画で250万円で購入し、現在も所有している。プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルスの福井、優也は、大学、同学年であり交流している。スラムダンクのファンであり、好きなキャラは、桜木花道。 野球に関しては小学校時代に始め、東方高校では野球部首相、早稲田大学準公式野球部では副首相を務めていた。ポジションは内野手で、打順はクリーンナップを打っていた。また、高校時代に打球が当たり大怪我をして、手術を受けたこともある。現在は草野球チーム、清川クーパーズに所属している。大の高校野球好きであり、 阪神甲子園球場へ、全国高校野球選手権大会を見に行ったり、人気野球漫画バトルスタディーズのファンを公言している。2021年の KBC 甲子園への、道福岡ではそのバトルスタディーズとコラボタイアップ、しており、原作者の亡き僕ロシとの対談が知りたかないで、放送された。最近は、サウナ巡りも、趣味としている。テレビラジオラジオ、ありがとうございます。